5月27日、日本テレビの定例社長会見では、今回の24時間テレビ47愛は地球を救う、について言及。放送日が8月31日から9月1日と発表された。その他の詳細は明かされておらず、福田博之、取締役専務執行役員によれば、いつもの年だったら発表しているタイミングだが、まだ作業が追いついていないとのことだ。 日テレは、系列局、日本海テレビ鳥取の元幹部社員が2014年から昨年までの10年間、24時間テレビのチャリティ募金から264万6020円を着服していたことも明らかになり、同番組には非常に冷ややかな目が向けられていますよね。それに加えて、メインパーソナリティの人選に苦労していると言われています。そのため、 全体的に動きが遅れているのでしょうね。放送日も過去に8月30.31日に放送したことは何度かありましたが、放送が9月に入るのは史上初です。番組の看板となるメインパーソナリティが誰になるかも明かされておらず、福田専務はそういう呼び方メインパーソナリティをするかも含め白紙に近い状態から議論している。 番組の中心となる人の名前は出てきており内定状態だと思うと述べている24時間テレビは2003年の時 o、OK、から2023年のなにわ男子までメインパーソナリティに旧ジャニーズタレントを起用し続けてきた一部ではストーンズが二十が24時間テレビに並ぶ日テレの恒例番組全国高等学校クイズ選手権2024の パーソナリティに就任したことから、24時間テレビのメインパーソナリティへの内定説も出ているが、制作会社関係者は、ストーンズというか、旧、ジャニーズの新事務所、スタートエンターテインメントのグループやタレントが、今年の24時間テレビのメインパーソナリティに就任することは、まず無理だろう、ともっぱらですよ。と話すのだ。23年9月に、 旧ジャニーズ事務所が、ジャニー北川氏、去年87の加害を認める前、3月に、イギリスの公共放送 BBC に問題が取り上げられた時点から、旧ジャニーズとテレビ各局の蜜月関係への批判の声は高まっていっていた。そのため、ジャニー氏の件が大騒動になる前から、昨年の24時間テレビのメインパーソナリティに内定していたなにわ男子には、 批判の声が殺到。そうしたことも影響したのだろう。23年の同番組の平均世帯視聴率は歴代35位体の11.3%。ビデオリサーチ調べ、関東地区番組終了時の募金額も約2.2億円で22年より1億円近くもダウンしてしまった。毎年恒例の SP ドラマでも現在、今年の 24時間テレビのメインパーソナリティはまだ発表されていないがどうせまた司会は旧ジャニーズでしょボランティアなのか人気取りなのか本当に24時間テレビにスターと社のタレントは出ないでほしいあんな大口叩いたんだから出さなくても大丈夫でしょ日本テレビさん24時間テレビやめれば散々ジャニーズの甘い蜜ついてきたし お涙ちょうだいコンテンツで固めながら着服だってしてたんだし継続する意味ないでしょといった厳しい声が X 級ツイッターにも多く寄せられている昨年の何は男子での結果も厳しかったわけで間違いなくまた吉ち逆風が吹くのにスタート社のグループタレントをメインに据えることは考えづらいですよねとはいえ彼らは多くのファンを持つので メインでないところでの起用はあると思われます。それで言うと、24時間テレビの目玉の一つである、スペシャルドラマも、今年は、スターと社のタレントがメインを張ることはないでしょうね。24時間テレビないドラマは、カトゥーン、亀梨和也38が6年放送の、勇気で主演を務めてから、23年放送の、なにわ男子、道江俊優21が主演を務めた。 虹色の超口的障害者と歩んだ町工場の奇跡まで、ほぼ毎年ジャニーズタレントが主演を務めてきた。22年放送の無言館は、ジャニーズではなく浅野忠信50が主演だったが、同ドラマのメインキャストには当時ジャニーズ事務所に所属していた IMP の影山拓也26、23年5月大所が名を連ねていた。 5月27日の定例会見でも、日テレの石澤県社長は、スタート社タレントの新規起用に、前向きなコメントを出していましたが、メインパーソナリティと、同じく、SP ドラマのメインが、スタート社のタレントであればかなり目立ってしまうのでしょう。24時間テレビ自体に逆風が吹く中、チャレンジングなキャスティングはしないと思われますね。ミスター日テレが浮上する多くの理由。 24時間テレビのメインパーソナリティにスタート社のタレントが厳しいとなると有力な候補として言われているのはクリームシチューの上田晋也さん54ですね今年の24時間テレビの総合演出を務めるのはああみんなの動物園の演出を担当する A 氏ですジャニー氏の件がなかったら同番組 MC の嵐の相葉雅紀さん41が今年の 24時間テレビメインパーソナリティに就任していたと考えられます。しかし、それが難しくなった現状を考えると、上田さんに落ち着くのではと、多くの人が声を揃えますね。24時間テレビは、総合演出が担当する番組のカラーが強くなる。A 氏は、みんなの動物園だけではなく、喋りセブンを担当していて、以前から、 他のクリームシチューの番組にも携わってきた。加えて、A 氏の担当番組ではないが、上田は、ゴーイング、スポーツニュース、上田と女が吠える夜といった、日本テレビの人気番組に、複数出演している、日テレの顔とも言える存在である。勢いがあって強い女性タレントが奔放なトークを、繰り広げる、上田と女が吠える夜は今、 テレビ界で最重要視される13歳から49歳までのコア視聴率が非常に高い番組。5%近いコア数字を取り、他局を圧倒しています。9、ジャニーズの問題に加え、系列局の不正着服問題などでピンチの24時間テレビ。明らかに攻めのタイミングではない、守りの今年の同番組をうまくまとめるのは、 名 MC の上田さんしかいないいななとっていますよ。当たり前ですが、旧ジャニーズタレントのようなキラキラ感はないが、上田さんは MC での抜群安定感と、お茶の間の人気も兼ね備えています。しゃべくり7の出演人、人気番組、女の吠える夜の勢いある、女性タレント人の起用が考えられ、さらには、ゴーイングスポーツニュースの MC や、 五輪のスペシャルサポーターをしていることから、一流スポーツ選手との絡みも期待できますよね。今年7月26日から8月11日にかけて、フランス・パリでは、スポーツの祭典、第33回夏季オリンピック、パリ五輪が開催される。24時間テレビが放送される8月31、9月1日は、まだ、パリ五輪の興奮が冷めやらぬタイミングですし、 メダリストを招いて、スポーツに明るい上田さんが楽しく会話を展開できれば、絶対に盛り上がりますよね。それは、多くの視聴者が楽しめる内容になるでしょうし、国民的スターである、五輪メダリストが出れば、番組のイメージも良くなりますよね。ゴーイングスポーツニュースの MC を14年もやってきた、上田さんなら、五輪選手と絡んでも、違和感ないし、むしろ説得力がある。 クりセブンの芸人勢、女が吠える夜の女性タレント勢、そして五輪メダリスト、それらすべてをうまく仕切れるのは上田さんしかいない。守りの24時間テレビと言われる今回を任されるのはミスターニッテレ、上田さんが適任と言われていますね。24時間テレビ自体にも疑問視する声が多く上がる。中、特に難しい今回の放送を仕切るのは 果たして誰なのか画像、24時間テレビの MP 説グループ、電撃ビリビリで、門絶の団体芸。ー。全国高等学校クイズ選手権2024が、熱狂の渦を巻き起こしている中、注目の一角を占めるのが、常に、笑いと知恵を兼ね備えたエンターテインメント集団、ストーンズだ。このグループは、クイズの世界に、新たな風を吹き込み、観客を楽しませるだけでなく、 自らも挑戦者として舞台に立つ勇気を持っている。再生時間1分15秒という短い時間の中で、ストーンズは見事なパフォーマンスを繰り広げる。彼らはわざと失敗し、罰ゲームを受けることで笑いを提供することを意図はない。その姿は視聴者を爆笑の渦に巻き込み、クイズの緊張感を一瞬で和らげる。しかし、 その笑いの裏には彼らの熱意と情熱が滲み出ている。ストーンズが挑戦するにたく問題は単なる知識の競技ではない。彼らの答える姿はチームワークと信頼の証でもある。彼らは個々の能力を超えて一体となって難題に立ち向かう。その結果、彼らの答える前から観客は期待と興奮に包まれる。 そして、ストーンズのパフォーマンスには常に驚きが伴う。彼らが挑む問題は、単なる知識の範疇を超え、想像力と思考の幅を問うものもある。彼らの回答は、予測不可能であり、観客は彼らの次なる行動を予測することすら、難しい。その瞬間、舞台は一気に熱気に包まれ、会場全体が彼らの魅力に引き込まれる。しかし、 ストーンズの真の魅力は、単なる笑いの提供にとどまらない。彼らは苦難に立ち向かい、失敗から学び、それを笑いに変えることができる。その姿勢は観客に勇気と希望を与え、彼らの挑戦に共感することができる。彼らは、単なるエンターテイナーにとどまらず、人々の心に深く響く存在となっている。結局のところ、ストーンズの存在は、クイズの舞台に、 新たな次元をもたらしている。彼らの笑いと知恵、そして挑戦の姿勢は、単なる競技としてのクイズを超え、観客に感動と喜びを与える。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントにとどまらず、人々に勇気と希望を与える象徴として輝いているのだ。